燃やしてやろうかな。燃やさないでください。今んとこまだ俺出てきてないんだけどっていう出たがるから。じゃあ5冊目はミクロネシアで。ミクロネシアでよろしくお願いします。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。我らが、名字忘れましたけど陽平くんが北里だっけ、はい本が重版になったっていうことで、はい、クレームをクレーム言いにお祝いじゃなくてですか、クレームを言いに行きました、僕の本はねなかなか重版になるんですけど、めっちゃしてるじゃないですか。めっちゃしてる、めっちゃしてます。僕の本はね、アメリカでなかなか出ないことあるんです、はい、この本はもうアメリカにも行ってます、はい、燃やしてやろうかな。燃やさないでください。というわけでおめでとう。ありがとうございます。いつもお世話になってます。ありがとうございます。ゆうすけさんこの本、うん、読んでくださってる途中、うん、ラスト30ページのとこで電話いただいたじゃないですか、うん、覚えてます。そうだっけ、はい、なんか今読んでんだけど、うん、いや面白いよと、うん、ただ、まあ、あと30ページぐらいで読み終わっちゃうんだけど今んとこまだ俺出てきてないんだけどっていう出たがるから。いやその前までのストーリーでそれは後編の次回作なんですって話をしてて、でもなんかあのお電話いただいたの結構嬉しくて、うん、次回作全然出ないし。いや出てます出てます。ただまだタイトルが決まらないんですよ。決まらないんだ。そう悪あがきの次のもう内容はもう書き進めてるんですけど。悪あがきじゃなくなるってこと？まあタイトルは変わってのその後編みたいな続きみたいな、うん、そのうちの息子にもあのこれ読んだ方がいいかなって言って、はい、アイル君、うん、読んでくれました。アイルにどうかな読んでないんじゃないか読んでないですか。でもすげえなんか10代の子が読んだらすげえパワーもらえるなと思って。ありがとうございます。俺はただパワーを取られただけ。でも本の内容ほとんど洋介さんもう口頭で話して知ってる話ばっかりだったんですよ。そうね、そうね。だそれのちょっと詳細を確認してくる。なるほどなるほど。ネタみたいにね、あの、うん、初めましてで陽平を誰かが紹介した時に、はい、MC が振って本人喋るみたいな展開がちょっとできつつあるもんね。はい、毎回していただいて今回はそっちのネタなんだとかね、うん、割と端折るから俺が付け足したりそうですね、陽介さんが話してくれた方がちゃんと伝わりそうな、うん、いやいやいや、端折るからだよ。早くオチに行こうとして そうですね、その間のとこディティール面白いとこあるじゃんみたいな、はい、まあね、それはもう本にバッチリ書いてある、うん、本を読めと読んでほしいなと。まだ英語版をお渡ししてないんですよ、うん、あ大丈夫。いやほらハリウッドでやっぱ英語の勉強しないとダメじゃないですか。なるほど、はい、教材として教材として教科書として、ね、教科書でちゃかましょう。陽介さんともう日本ではもうちょっとかなわないんで英語版どっちが売れるか対決とかね。そうね、 YouTube やってるからねすぐね対決しようとするんですよ。俺アメリカに行って買いまくりますからね。そしたらそういうほらこう卑怯な手も使えるじゃないですか。はいはいはい、彼はでもほら、うん、やだよハリウッド。いやだよ出しましょうよ。やだよそういう出し方や。でもあの5冊目の新刊をぜひ陽介さんともねここからスパートかけて作らせてもらいたいなと思って、うん、それと同時発売で子供の言葉英語版リリースとかどうですか。いやありがたい。マジですか、うん、いいですか。陽平との最後の最後ですか。あの絶対最後続くって終わる。To be continued。 そうですね、そうです。結構こっちは下準備もう2年ぐらい経ったっけあれから。経ってます、経ってます。ちょうどですね、そっか、そんぐらい経つんでそろそろ次はじゃあどこに行くかっていう。なんか陽介さんなんかミクロネシア行きたいって言われてますね。ミクロネシアいいですね。でも今コロナだからね、なんか行ける場所国内になっちゃったし。いや海外でも行けるとこは行けましたね、うんうん、この間マルタ行ってたもん。行きました行きました。でもマルタ今行けなくなっちゃったんです。あのワクチンパスポートがないと入れなくなっちゃって。俺その前にマルタ行ってたから。あそうですよね、そうですね、うん、いっぱい送ってもらいましたもんね、うん、そうなんですよ。で写真を陽介さん おすすめのとここういうとこですってガクトさんに見せたんですよ。行きますって言ったらなんかたまたま通ってそこが遺跡だったりとかするとすごいハッピーな気持ちになるんだけど、うん、とかって言いながら、うん、わざわざそこには行かないみたいな。
みたいな感じですね。不動産物件ばっか見て回ってる、ね、全然目線が違うね。全然違うんですよ。俺も石萌えなんで。そうですよね、うん、いろんな神殿とかもね、うん、岩とか石とかね、神殿撮ってます。これまで一緒に行ったとことかもそういうとこが多いですよね、うん、タイ以外はね。でもミクロネシアは全然その方向から、そういう遺跡的な意味合いもあるのよ。 あるんですか。そう、なんか遺跡知ってるわけじゃないんだけど、はい、あるんですか。 あります。海底の中に、あの与那国島の海底遺跡すら行けてないんで。え、潜れます？うん、一応免許ある。ああ、そうなんですか、うん、僕も免許ですけどよく潜ります。2つ目のまである。ああ、そうなんですか。アドバンス？一人で潜れって言ったらタンク背負える自信ないけど、でも一応あるライセンスはあるっていう、うん、じゃあミクロネシアで次回作言ったね。まあ入れなければ違うところで、うん、でもどっか入れるとこあると思うんで、旅を仕事にっていうところでね、うん、なんだかんだこれ5冊目になるんで。じゃあ5冊目はミクロネシアで。ミクロネシアでよろしくお願いします。ありがとうございます。悪あがき日米同時発売。僕の方はね、アメリカで発売されてません。OK です。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.